カトラ火山ラキ火山エルトギャウビーク村関連地図1918年の噴火の様子カトラ火山はアイスランドにある火山である。カトラ火山はコムラビークの北にある火山で山自体の標高は1493メートル。その上をミールダルスヨークトル氷河が595平方キロメートルにわたって覆っている。 その製法にはこの氷河よりは小規模なエイアフィアトライオークトル氷河が知られている。カトラ火山はアイスランドで最も危険と言われる火山の一つである。氷河の下にあるために噴火すると付近は大規模な洪水となる。火口の大きさは直径1 0トル。カトラ火山は40から80年おきに噴火しており、最後の大規模噴火は1918年に起こった。 幅 10km の噴火で溶け出した氷河の水が毎分1800万トンでふもとを襲った被害が特筆される。その後、1955年に小規模な噴火の兆候があり、最近は2011年にも小規模な噴火があった。文献上は930年の記録が最も古く、以来16の噴火が記録されている。ノルウェーやスコットランドなど、 北、大西洋沿岸を中心に見られる、紀元前1600年頃のベッデハイチ層は、カトラ火山から噴出したテフラが降り積もったものと考えられている。すぐ横にある、エイアフィアトラヨークトル火山が噴火して、数年後に噴火することが多いとされる。ラキ火山やエルトギャウと共に火山列を構成している。この火山列は、世界で最も大規模なものの一つで、 18世紀には1721年のカトラ火山の噴火を手始めに大規模な活動を起こし、アイスランドに深刻な被害を与えている。もっとも、最近は大きな噴火が起こっていないためミールダルスヨークトル、氷河の上で、スキーやスノーモービルなどの観光サービスが行われている。北欧神話を現代に伝える詩の一編、巫女の予言は1 0 0年頃に編纂されたが、 その一節には夏でありながら、火の光が暗くなるという表現がある。アイスランドの地質学者、シーグルズル・ソウラリンソンはその著書において、この一節は、死が書かれた当時に起こった、カトラ火山の噴火に基づく記述だとした。ソウラリンソンは、テフラを分析して、火山の噴火の年代を測定しており、カトラ火山が噴火した時期を、 地質学的証拠から推定すると同時に古い文献に残る記録から裏付けようとしていた。そして、同国の文学者、シーグルズル・ノルダルは、1918年のカトラ、火山の噴火の際に火山灰によって、太陽の光が弱められ周囲が暗くなったのを、目の当たりにしたとき、巫女の予言のこの不の意味が理解できたと著書で述べている。ミールダルスヨークトルヒョウが ありがとうございます。